こんにちは。神戸で生け花教室をしております未生心流熊原恵穂です。今回は私の好きなグリーン葉物を使って心の赴くままにお花を生けていこうと思っています。生け花は、一見堅苦しいと思われがちな型に沿ってお稽古を積んでいきます。はじめはもっと自由に生けたいと思うかもしれませんが、基礎をしっかり理解しお稽古を積むことで応用力がつき、できることが増えていきます。そして初めて自由に生けることができるようになると思っています。私も13年ほど生け花をやっておりますが、葉物をたくさん使う生け花というものは基礎を積んで自分が本当に好きなものに気づけたからだと思っています。少し想像とは違う生け花かと思いますが、ぜひご覧ください。今回は天井から吊るすワイヤー以外には花留めを使いません。まずは天井から吊るしたワイヤーに桜の古木を1本引っ掛け、他の枝を絡ませていきます。次に木蓮の枝を足していきます。たくさんの枝が絡み合い、土台が完成します。上段ツツジの枝を足して動きを出していきます。アレカヤシの葉っぱを出していきます。足元を一点から生えているように刺すと放射線状に広がります。
八つ手の葉を中心を埋めるように刺すとぐっと引き締まります。山ごぼうを足し、動きを出します。淡いグリーンの利休草を足し、緑に濃淡を出します。最後にコリヤナギの枝を入れ、変化を出します。今回のこのお花はお水につけていませんので、この後すぐに取り壊します。もったいないと思われる方もいらっしゃると思いますが、生け花は生ける時間というのを楽しく感じることができます。元の生活に戻るまであとどれくらいかかるか分かりませんが、今だからこそできる楽しみもたくさんあると思います。その中の選択肢に生け花や芸術文化に触れることを入れてもらえると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。つながろう、アート。